ジュビロ磐田のキックオフでゲームが始まりました。2010 J リーグディビジョン1の第3節、名古屋グランパス対ジュビロ磐田の一戦です。ホームの名古屋グランパスは赤のユニフォーム、前半は左から右に攻めていきます。前半名古屋が追い風です。強い風が吹いている、あっとこれはシュートになって、なんと決まりました。先制ゴール、名古屋グランパス追い風に乗ってブルザノビッチの先制ゴール。開始まだ1分経っていません。名古屋グランパスが先制です。早くもゲーム動いて1対0、名古屋グランパスが1点を先制しました。今日先発起用されました元モンテネグロ代表のブルザノビッチの超ロングシュートが決まりました。いや、サバイブさん、びっくりしましたね、はい、びっくりするようなアイディアでしたね今のはね。ジュビロが張ったもよもやあそこからシュート、はい、J リーグ2010ディビジョン1第3節、名古屋グランパス対ジュビロ磐田の試合、前半の45分が始まりました。今ね、那須が思いっきりボールを上に上げましたけど、風の上に上げました。それは開始早々大きく蹴り上げたボール、ジュビロのゴールネットに突き刺さりました。ブルザノビッチ開始早々サプライズシュート、見切りましたね、はい、さあ今のプレーをご覧いただきましょう。電光石火も返し早々の出来事ということになります。大きく蹴り上げたボール、そのままゴールネットを揺らしました。Доброе, что испал атаку. В том тренутку, мне было само до удара им лопту, нисам стварно могу да гадим в том тренутку.